ピカピカありがとうございます。ハートありがとうございます。まあ、お題書いてくださって今調べようと思ってた。ありがたい、ありがとうございます。そう、ナングラします。パチ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 、ナングラします。今日は、10期生オーディションの最終審査で候補生みんなが驚いた。どんな審査、皆さんと考えたいと思います。一つ考えてきてんけど、あれでも一つ考えてきてんけど、テストね、昨日の夜とかで勉強してたと思うんですけど、勉強していったのにさ、先生が休みやったんですよせっかく公演終わりにうとうとしながら勉強したのに、先生休みやったからまた伸びたんですよ。前も伸びて昨日になった、今日になったのにお休みやったんですよ。残念。ハートとピカピカありがとうございます。安心安定メモをくれずに来ました、ほんまかはじめまして、ありがとうございます。誰もありがとうございます。あ、大阪からって帰ってきた、よかった、無事、よかったよかった。ちょっと一瞬、ちょっと一瞬リプ取ってくる。失礼しました、戻りました。誰もありがとうございます。レインボースターありがとうございます。ちょっと血色出たあまりにも血色なさすぎたか、ちょっと今日もお風呂さっき入りました。皆さん月曜日お疲れ様です。月曜日お疲れ様でした。ハートありがとうございます。そう、図工なの、そうなの、働き改革尊い、ありがとうございます。今日もありがとう。あらあら、そうなの、あら、まあ、残念、そうなの。ハートありがとうございます。よしみん、こんばんは、こんばんは。少しだけ見ちゃいましたピカピカありがとうございます。 MBTI やばい誰とは一緒な。ハートとかわいい、ありがとうございます。バラありがとうございます。あー、釣れるまで浮かれません、やばいヤジミンって不思議なキャラって思われてる。最近ミソラちゃんには言われんねんけど、あのメラメラの時もミソラちゃんには言われてんけど、ミソラちゃんには言われんねんそうかな、不思議キャラなん。みそらちゃんの中ではそうみたい。だるま、ありがとうございます。バラありがとうございます。まあ、水族館行ったら綺麗とは言うけど、でも一番最初に浮かんだクラゲやったけどだるまありがとうございます。ハートとピカピカありがとうございます。作業着姿で田植え選手権、うわー、いいな。どうしよっかな。あ、9期生密着見てたけど、よち大人びたね。そうそうそう、ショールームさんの公式動画みたいなところで9期生密着がなんと見れるので、ぜひ見てください。 YouTube ではあのアフタートーク付きのもあるので、そちらも合わせてぜひ見てみてください。え、めっちゃおもろいですいや、めっちゃ感動しますよ、みんなの頑張りに。めっちゃ感動するし、めっちゃ私がめっちゃおもろいので、ぜひ見てください。ピカピカありがとうございます。ゴリラと
お米は昨日の南バラエティ公演っていう公演で、日替わりでゴリラのモノマネをする役があるんですけど、その日替わりが昨日あえねでゴリラのモノマネをしたんですよ。で、稲刈りと田植えすってピアノ弾いてるゴリラのモノマネをしたから、その絵文字が入ってます。気になる方は DMM 配信をぜひご覧ください。ワンコインで見れます。1本やったら月額やと他のやつも見れます。でも普段出てる世代交代前夜公演っていう公演も見れるので、 DMM 配信があるので、アーカイブは1週間で、月額も入ったら1ヶ月間見れる。何の動画でも見れるんですけど、 AKB さんは AKB さんの方で別チャンネルがあるけど、 NNB チャンネルもあって、1本やとワンコインで見れます。気になる方は ぜひ感覚麻痺してるんかな そうかな 南極で実質ゲバイ ハートありがとうございます。大食い審査、萌えゼリフ審査、家族も参加、全身タイツで一発ギャグ。うわ、どうしようかな。タコありがとうございます。あ、そうそう、あやねが考えてたのは、家族対抗カラオケ合戦とかどうかなとか思ってた。みんなが驚いた10期生オーディションの最終審査。ピカピカありがとうございます。え、顔面ラップ嫌やとか絶対やりそうな気すんねんけど、バチバチ顔面ラップついにやっちゃうか、メラメラでやるかと思ったら、やるのバチバチって気づいて一安心してたのに。ハートありがとうございます。やらん回もあるかな。お見事 ハートありがとうございます。笑ってはいけない、ほのぴーダジャレ それいいな、めっちゃほのぴーさ絶対覚えてもらえるやん、受験生の方に 体重測定はちょっとアイドルやからのかな、垢抜けた、そうかな、嬉しい、ハートありがとうございます。あ、即興でキャッチフレーズも作っちゃう、なるほどね。で、即興でいいもん作れたら合格、絶対作るもんね、合格したら。ハートありがとうございます。面白いことをしようとしてない、出場してて面白いか それはでもメラメラの時思った、4をもらえたけど、私がおもろいこと言ってるわけではなくて、何もおもろいこと言ってないんですけど、お笑い芸人さんが面白くしてくださってるから、4として めっちゃおもろかったんですよ。私は何もおもろないんですけど、お笑い芸人さんがめっちゃ面白くしてくれるから、ピカピカありがとうございます。ハートありがとうございます。ね、バナナ配ってるんかと思ったって方多かった。田植え田植え、シャトルランで最後まで残ったら合格。ああ、なるほどね。体力選手権ね、大事大事。でも ピカピカありがとうございます。しおりさん、そうそうそう、教えてくださった。個性的なゴリラ いつもさ、自分のなんか弥生さんやったら新体操するゴリラとかやってはるから、あ、でも個性的にやってみた。いつも自分の何か入れてはるからさ、ゴリラの方って。画質いい、そう？そうかな。しおりさんからは腰の角度とか顔の作り方を教えてもらいました めっちゃ教えてもらったよ、めっちゃしっかり。ピカピカありがとうございます。
なんかナングラってつくの、これなんやろ、つくようになってんのかな、このナングラって、なんか設定してくださってんのかな。ピカピカありがとうございます。なんでやねんね、いつかやりたい。コバありがとうございます。ピカピカありがとうございます。だるまありがとうございます。みゆきさん ハートありがとうございます。ありがとうございます。だるまありがとうございます。時間くないの面白い。私はあれは何もおもろないけどあ、最終審査受けるの親まあ大事やけどな。流れ星キャッチした人合格。あ、公演来てくれんねや、それは嬉しい最終審査落ちたやばい、それちょっとあれやな、裏感じてあれやな。ピカピカありがとうございます。種まきがバナナに見えんのか、やっぱでもあれ田植えやったんですよ。でも結構分かった方も多かった。ピカピカありがとうございます。ハートありがとうございます。親子漫才選手権やばい、受かる人おるかな。あ、萌え弁の返信ありがとうございます。ふるさと写真選手権、あーいいね。でもそんなする人おるかな、あいねぐらいしかおらんのちゃタブエってハートありがとうございます。やりきった、そうそう、ゴリラはあと半年はいいかな半年後ぐらいかなあ、分かりやすいようにつけてくださってんねや。あ、なるほどね。あー、ありがとうございます。ハートありがとうございます。あ、ママの面接誰ってなれん、どこの誰ですかピカピカありがとうございます。くじ引き嫌やけど、嫌けどな、それもいいな、じゃんけんとかね、うんみたいな、結局うんかいみたいな、まあ大事やからね、入ったらうんって3割もっとか5割ぐらい運が大事になってくるよね。最高列でもよちごりの顔見えてたんや、うわ恥ずかしい恥ずかしい、そうなんや、ちょっとさ、はずいな、もう半年ええわゴリラセルフ老流審査、あーいいな、姉が喜ぶだけやけど、あ、ナングラネタを採用する、いいなナングラちょっとあれか、でも矛盾しちゃう。ハートありがとうございます。お、バチバチ見に行けそう、ありがとうございます。そうそう、バチバチ25日、お待ちしてます。バチバチ NNB48 チケット販売スタートしてます、ぜひお待ちしてます。バチバチ、今回はコウタンと西ユマと同じです、一緒です、同じです、なんや、一緒です。ファイトありがとうございます。レインボーストありがとうございます。タケノコの火薬ご飯いいね、美味しそう。ハートとピカピカありがとうございます。
そう、あれじゃんけん強いのにさ、女子高生で勝ったことはないんですよまだ。でも昨日のリハーサルで勝ったんですよ。イエーイと思ったのに本番勝たれへんかった。全然癖にならん。ああしゃ変わりました。1ヶ月弱前に、22日前に、4月1日からああしゃ変わりました。ショールーム変わったのそのちょっと後やけど、最近変わりました。ああしゃ爽やかですね。呼び捨てファンタジーです。27入るね、ありがとうございます。待ってます。27、28、29って公演があります。全部1回公演なんですけど、時間が超ややこしくて、27が14時から、28のナンバーラエティ公演は17時から、29の世代交代は18時からなんですよ。ややこぴーって感じなんですが、なんでそんなややこしくするんやろ。27はあの和田美優さんの独演会があるから分かるんですけど、27と28と29はどっちかにね統一した方が分かりやすいと思うんですが、まあ、平日とか祝日とか土日とか、まあ、そういう感じですかね、知らんけど。今日もお風呂上がり変え。イエスイエス。おバチバチは配信でありがとうございます。よしみくじで運命が決まる。うわー、運系多いな皆さんが言うの。かわいい、ありがとうございます。ハートありがとうございます。え、知ったっけ、うん、失礼しました。すいません、違うみたい。じゃんけんね、リハで買ったら使い切っちゃうんかも。初日で勝つあるあるだよね。コヨタの時もそうやった。まあ、あれは勝たれへんかったけど、初日初日で勝つあるあるなんかな。お、バチバチ発見したよ、ありがとうございます。 N プラやばい。N なんや、25日。 N プラね、N プラ大好きです。N プライド公演、間違えるあるあるやけど、 N プライド公演めっちゃ好きなんですよ実は。ハートありがとうございます。ね、風が吹いてますね。時間バラバラ、エアコピー。あ、29当たるといいな、27当たるといいな。ありがとうございます。噛んでいた、やばい。入られへんかったら辛すぎ。あ、よきよき、ありがとうございます。当選予定ありがとうございます。だるまありがとうございます。確かに12時には行っとけば OK。 せやな、せやわ、12時にはおっといたら絶対どの公園でも入れます。え、じゃんけんしないでパンチで勝ったんや、なぎささん。あれか、チーム M さんの時かな。最終審査の曲ジンクスやばい。私合格してないわ絶対。だるまありがとうございます。バラありがとうございます。 N シップよ。あ、USJ いいね。ポップコーンありがとうございます。あ、ウッホ見てきた、ありがとうございます。どうやった、いつ、恥ずかしいけど。
え、そうそう、ゴリラの顔すると思ってたら一人だけでした、してるの。最後のトップだ。うん、27いくよ。ありがとうございます。28日祈ってます。すっぴんでもかわいい、ありがとうございます。え、しゃべり替えのポーズゴリラ。体だけやったらいいよ、ちょっと顔あれやわ。100キラありがとうございます。え、どうしよっかな、ナグラどうしよっかな。そうなんや、ゴールデンウィーク全然当たれへん。あら、そうなんや。今年は当たりますように。シャンシャン。28あたりはまだゴールデンウィークじゃない？もう一週後か、ゴールデンウィークは。マリカ関係なさすぎてやばい。マリカやばい。あ、なぎチャンネル卒業されたけど、あ、ほんま卒業されちゃったから、10期生から YouTube の登録チェックなくなっちゃうよね。わ、なんか寂しい。定期代安い以上やばい。ゴリラ顔の攻め、おまめね。写メ可愛い顔が動いたら今そやけど、ポーズだけなら。わ、 MV 撮影めっちゃいいな、それは羨ましいわ。最終審査 MV ピカピカ、ありがとうございます。それでもチェックしに来そう、二人言ってる、さすが米かぶり。あ、キュウキの相性いいって感じた。あ、そうなんや、ナンバラとキュウキの相性いいかな。お疲れ様です。あ、代わりに近重さんが代わりに。そうそう、まだ目にね、あのとついてくれるかのところがバッチシ映ってました。めっちゃ楽しそうな顔してます。お、印刷して高物、おー、ありがとうございます。印刷いいね、ありがとうございます。あ、金子さんの頭で一言青切りするってこと。なかなか度胸が必要よね。なんかどこまで使うか度胸が必要。ペーパーテストな、でも NNB に関するペーパーテストなら結構いいかも。知ってる方の方がさ、全く知らん方より。キュウキだけナンバラはそれはあれやけど、ちょっと他の公演と変わり映え知らんけど、でも先輩オーラな収集つかへんから、ちょっと先輩を追ってほしいな。アキラ先生とモノボケ対決。アキラ先生モノボケ強そうやな。勝たなかねや、審査員の方にどっち先笑わせられるか。あ、最近ヨシミはそうです、怖くて仕方ない。ありがとうございます。いらっしゃいいらっしゃい。ズリ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 。あ、挨拶の声がでかい人、なるほどね、大事。キュウキやん、ほぼ。最終審査キュウキやばい。え、それはちょっと心配すぎるな。ピカピカありがとうございます。
そうなんや、 AKB グループセンター試験とかあんのや、あったんや。すごい、めっちゃ受けてみたい。あ、そういうこと、ほんまに学力テストなん、なるほどねどうしよう、めっちゃ迷う。だるまありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。すっぴんでも変わらない、いやー優しい、ありがとうございます青春年末、よしみの首振り切れてた。どこや、どこやろ、首振り、どこやろ、あれか、あれかな、あわわわわってしてるとこかなあわわわわのとこあるじゃないですか、念仏のそこかな。ピカピカありがとうございます。クク言えたら合格する全員やクク言えたら合格は全員向かってます。ジンベエザメハートありがとうございます。うわ、ゆうみさんの考えたダンス曲やばい。すっぴんでオーディションは最終審査じゃなくてもすっぴんなんですよね。そうそう、あれあれだけか、あれはすっぴんで行ったけど決まってたかどうか覚えてないけど、あのセレクションとかは何も言ってなかったから、カラコンとか入れてたけどさ、あの3時とかすっぴんやんで行ったよ、あれは。なんか顔こっそりしてるよね。そう、そうね、今日弁当開けたらサラダしか入ってなかったんですよママからいじめサラダしかなかったんです。いや、サラダと果物もあったよ。いや、さっきサラダと発足しかなかったママのお弁当におにぎり入れるの忘れてたかな8割弁当一面にサラダとサラダチキンとトマトとゆで卵だけやったんです。まあ意外と思ったより腹持ちしたけど、意外とでも思ったより、そう、お腹すいたってずっと送ってた。そう、でもめっちゃもうやばいってほどじゃなかった、意外と。まあかといって明日はちょっと NG やけど、7限やし。ほんまほんま、草だけやったらやばかった。なあ、田植えにしよっかな。季節やしね。ぐるぐるバット後すぐジェネちゃんやばい起きら座られへんな、そもそもあ、先輩と対決、ラスボスミイキさんラスボスにされるミイキさん野鳥の会の人と一緒に野鳥を探すいや、勝手に連れてこられるのもちょっと申し訳ないけど食べにしようかな。ね、10期生の方はオーディション前に二見の豚まん食べられへんね。姉は二見の豚まん食べていったけど、わなかは食べれるけどね、おすすめです、わなか食べるの。ピカピカありがとうございます。けん玉審査いいなでも入ってしまったら持ちネタが、姉の持ちネタなくなってまうな。ハートありがとうございます。ヨシミンが合格者発表で番号を読み上げられた瞬間好きもう落ちたと思ってたかな、あの時。だって59通り過ぎてレイポン行ったからさ、あのレイポンと番号がめっちゃ近かったんですけど、レイポンちゃんと一緒に練習してはったから、まあ、落ちたわって思ってた。落ちたって顔して横で泣いてはんのがすごい印象的だった
かんって思いはったほんでよしみさんみたいなそう金子さんが読めなかったんだよね。読めなかったんですよ私の名前よしみさんハートありがとうございます。あ、ポップコーンありがとうございます。稲刈り選手権か田植え選手権かにしようかな。私のおばあちゃん家で田植えまっすぐ植えられるか選手権。手やとさまっすぐ植えなあかんから機械やったらあれやけど、まっすぐ植えられるか選手権とかにしようかな。じゃあね、線引いてね、こう今田植えシーズンやからね。たこ焼き美味しく焼けたら合格。わあ大事やな、難波に来るにあたりピカピカありがとうございます。ゴクポンロイちゃん、そうそう、ロイちゃんの存在は知ってたけど初めて喋ったのセレクションになってからやった。でもずっと番号近いから3時の時もあの周年コンサートの時も存在は知っててチラチラお互い見てたけど喋ってはなかったね、あの順番なんやったのね。名前呼ばれへんか後にしようと思ったっけ、結局呼ばれへんかったからね、絶対落ちたと思ってたもんね。あれだけ下に呼ばれてないん、あ、それであかねさんってみたいだっけ、どっちやったっけ。まあでもそうそうそうピカピカありがとうございます。だるまありがとうございます。あ、あやみちゃんは投票逃走中にしたんや、かわいい逃走中っていうのがかわいいな。じゃんけんとか面白いけどね。ね、じゃんけんじゃんけんかーいって涙くじとかくじ引きとかよしましてやよしみくじとか。あ、ポップコーン欲しい、あげる、ありがとう。うん、大事やし。セレクションじゃなくて最終審査コマスリ、最悪最悪やハートありがとうございます。今ちょうど放送してるんやね。そうそうそう、なので、まあ、よしみさんって言われたかよしみあかねさんって言われたかは、まあ、ぜひ密着見てください。初日に選ばれなかった時に鼻真っ赤にしてティッシュくしゃくしゃのやつで応援してくれて私が選ばれるようにっていうのもおもろい、ほんまちょっとおもろい。もうもう3年経ったら見られへんわ絶対。おもろいです、めっちゃおもろい。占いで決めるとかも面白いね独断と偏見でどうしよっかな。田植え綺麗に植えられるか選手権かじゃんけんか占いかどうしよっかな。どっちも言われてたっけ、金子さん、じゃあ金子さん、じゃあ石見さんもあかねさんもハートありがとうございます。あ、投票取るのありよな、取るる、それこよたどうしよう。田植えがよしみんっぽい、うん、せやんな、かぶれへんのがいいんじゃない。確かに。じゃあそうしよう、決定。何
っけ、誰もが驚く10期生の最終審査、巨大最終審査、とは最終審査とはやっけ、最終審査とは私のおばあちゃん家でどれだけ綺麗に苗を植えられるか選手権。なんて言ったら分かりやすい、田植え、あ、田植え、最終審査田植え、まあ、ポージングとか。どういうこと？あ、別にいかんでもいいってこと？違うよ、だからポーズとかいろんな総合特典でいいんじゃないポーズとか早いとか。田植えの総合特典って何？なんぐら田植え、田植え綺麗、まっすぐ田植え選手権、田植え選手権田植え選手権ぐらいで、田植え選手権でしょ、決定。あ、服装込み、服装込み、田植え選手権括弧服装込み決定。パチ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 言うて、私もあの格好はおばあちゃんに書いたけど。いや、でもあれ T シャツはあれですよ、スシティをチョイスしたのはあれです。いつも着てないですよって言ってたけど、いつも着てるやつですよね。いや、長靴は常に履いてないけど。いや、 T シャツはいつも着てるしね。うん、パチ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 、決まりました、ありがとうございました、ご協力。第一次産業系アイドル、やばい、それ林業もやらなあかんくなってくる。せやね、あげるときは例の写真を使わなあかんわ。ハートありがとうございます。なかなか難しい、あの格好以上お披露目タウン衣装ちょっとさすがにかわいそうすぎる。ね、ワイネルさんぜひお願いしたいですね。あ、そういえばこれ、この前サウナ行った時にガチャガチャで引いたやつ急ですが、引いて可愛いねんけど使い道がよくわからんくて飾ってあんねんけど、これシークレットが当たったんですよ、ガチャガチャ。このなんかサウナの精霊みたいなのついてる当たりました、これじゃーん。ハートありがとうございます。10期最初の会社全員麦わら帽子、うわ悲しい、かわいそうだけど、それ完全にアネプロデュースみたいな、よしみアネプロデュース10期生になっちゃう。一応シークレットらしい、シークレットやのやつだし、じゃん。これどうやって使ったらいいんかなって思いながらちょっと飾ってるんですけど、こうブレスレットちゃんこう、うん、でもこれって髪の毛くくるときとか、ああれや、温泉行ったときに髪の毛くくるときに使ったらいいんや、髪の毛まとめだ入られへんや、お風呂。それ多分あれだね、ローソンのお風呂の鍵とかをイメージしてるから、私は首じゃなくて手首につけるんやと。みんながみんな髪の毛くくれるとは限られへんしね。そやけど、サンタ、サンタちゃん、ありがとうございます。そうそう、鍵こんなんなんだよね、そうそうそうそれがおかしいって言われてるなんでよ、頭に乗せただけやん、それが変やって言われてるでも親でも分かれへんから、そんなん他の他人に分かれへんと思うわ、多分フフ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 フ1018の靴箱探してください。あ、足首につける派なんや、鍵。そうなんや。サゴ錠って何？
多古城桁多いし難しそう。確かに1018で1018やからさ、1000以上靴箱あるとこじゃないとないね。そういうとこみさちゃん見てる。え、そうなんかな見られてんのかな。すごい真面目なんじゃない、みそらちゃんが。めっちゃ真面目。あのこう見えてめっちゃ大雑把やからね。あれはね、真面目じゃないんですよ。超大雑把。カッパ？孫悟空に出てくるカッパなん？へえ、劇場のロッカー番号を決めてるんや。へえ。あれでもあの裏のロッカーは定位置ある。いつもここっていう。へえ、四つ橋線ナンバーマリオだって。皆さん使ってください。1018番。A 型の人はあれね、ほんまはって思う。はっていうか、へっていう感じだと思う。お、0118番いいね。それちょっとあやねっぽい。まあ1月じゃけど、まあ大体ほぼ同じってことでいいね。よしみん推しの方はぜひ10118いいね。誕生日や。あ、59もいいね。ないんや、悲しい。わー、ハートありがとうございます。モンキーマジックを歌うところがさすがママミーさん。モンキーマジック、そうそう、やっぱあれやんか。佐護城はね、あの西遊記の、そうなんや、カッパのキャラじゃないかな。あ、だからこうってこと。そうハートありがとうございます。車のナンバーにしてくれるの、そんなところにしてくれるの嬉しい。あ、そうそう、443もいいよね。あれでもさ、自分の時よく443とか使う。よしみってこと。443いいね、いいね、それもおすすめ。よしみ、あれでも使う。ハートありがとうございます。今日もお疲れ様、月曜日お疲れ様でした。1週間の幕開け。モンキーマジック知らない。ジネギャ、そう、モンキーマジック、モンキーマジックはもしかして知らないかもしれないけど、あれも知らんかったことはちょっとショックやったことは最近やってんけど、そのあれすら思い出されへんことが今ちょっとショックや、自分あれ何やったっけHTTPS のポート番号、なんやろ。昨日の疲れは意外と大丈夫でした。まあ、昨日多分早かったからかな。帰ってきたん早くてすぐお風呂入ったから、今日ね全然意外と。あと慣れたのもあると思うけど、なんばらって靴高いから1回公演やのに、めっちゃ姉的にはナンバラが一番疲れるってぐらい、なんか疲れとかじゃなくて足めっちゃ痛なるんですよ、ヒール高いから。全部の曲ほぼアンコール以外ヒール高いからさ、ほんまに足やばいんですよ帰ってきたら。だけど1回でね、やけどなんかヒール慣れたんか、すぐお風呂入ってもみもみしたから、なんか全然大丈夫でしたガンダーラ、五大悟ガンダーラ、五大悟ガンダーラって書いてる。知らんな、そうそうそう、知らん。まあそれは知らないですよね、そりゃそうやんね。違うんですよ、もっと若い曲でも知らんことが、ああそうなんや、知らんねんやっていうのがあったんやけど、もういかんせん年やから分かれへんわ私はおう、7848ナンバー48、すごー。おじいちゃんちょいちょい出してくれるけど、おじいちゃんは86なんやね。そう、82やっけ、じゃあ84やと思って話すんですけど、86なんですよ、すいません。いつもこういうの時一瞬82やっけと思って、じゃあ84やと思って84歳になってるけど、
86歳なんですよ実は。ハートありがとうございます。なんかめっちゃおじいちゃんがさ恥ずかしい思いしとったけどさ、自分がさなんかお手洗い団子って呼んだこと言ったらよかったのね。ね、かわいいティアラつけて。ありがとうございます。ティアラってかわいいよね。めっちゃ好きやけど日常生活つけることあんまないよね。ハートありがとうございます。 HTTPS のよしみやし23 23代何それみたいな。23ですね。あし、そう、あそうなんや。レイコさんもナンバラが一番疲れるって言ってた。あそうなんや。やっぱヒール高いからかな。いやまだまだヒール入らないけど、ヒール大好きなんですけど、あのヒール自体は履けないって言うけどさ、ヒールで踊るってほんまナンバラでしかせえへんから、ヒール自体は大好きなので、7センチぐらいのヒールは日常的に履くんですけど、答えをガンダーラ、歌の名前がガンダーラ、五代五っていうのはあのチームっていうかグループ若さアピールしとこう。グッドグッド。あ、小学生の時のドラマ。そうなんや。へえ。言動が大人やから16歳っていうのは倒せる。16です。17の年です。セブンティーン。あ、知ってる知ってる。五代五ですね。ああ、その五代五か。つながったつながった。ピカーン。なんでか知らへんけど、ボーカルの人カタカナやな。そうなん？そうなん？じゃん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 。え、じゃあは。じゃん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 じゃ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 思ってるより小さい。そうなんや。足ね、ちっちゃいんかな。あんまりちっちゃいと思ったことないけど、ちっちゃいかも。でも確かに言われてみれば、先輩の靴とか履くときいつも詰めてるか、あの他の靴履くか、レイコさんの靴とかめっちゃ詰めたかも。とかめっちゃ靴下分厚いに履くとか。昨日だって靴下3枚ぐらい履いてた。3枚持ってるやん、お話。いやいやいや、ほんま大きすぎて。そう、ヒール飛んだり走ったり、そうなのよ。ヒール履くよ、厚底大好き。常に身長盛りたい派なので。よちはまだ16だから、さあれやない、なんやっけ、イオはまだなんぼやっけ。あ、16ない、16だから、それそれ。クマありがとうございます。ハートありがとうございます。ジェイソン知らない子言ってたの、ほんまびっくりした。ジェイソン、うん、いた。音符ありがとうございます。音符ありがとうございます。福岡京子さんは足のサイズ 26.5。 すごい情報ありがとうございます。大きいね。ハートありがとうございます。デモデモの靴めっちゃ高くないですか。あのヒールやってみたいなと思ってたけど、あれ履いたらアネも身長高くなれるけど、まあ同時に相手も高くなるから。可愛いよね、あの靴。
もう足のサイズ一緒？イエーイ、いいねいいね。あ、小さいと短距離走早いって中学校の先生が言ってた。そうなんや。短距離、確かに長距離か短距離かで言われたら長距離の方が、あ、じゃあ短距離の方が、まあ、好きやけど速いかは知らん。見てかっこいいと思った。わー、ありがとうございます。え、身長高い？意外と。あら、そうなんや。まあ、顔で低そうって思われがちかも。配信とか見てるとさ、こっからしか撮れんから身長低そうって思われがち。あ、でも高いんや、よかった。嬉しい。ダイナミック、ありがとうございます。嬉しい。ハートありがとうございます。あ、でも若田見た、さっきニュース見てたら、ね、あの何やっけ、何やっけ、あのニュース番組、見てたら、ボランティアの方の制服です、ね、そうそう、制服着てるの見て、ボランティアが募集中、来年の4月18歳になってる人だったらいい。ツンデレやってみたい、ギャル。お高いその花を覆ってちょうだいみたいな。そうなったっけ。あ、あるあるあるよ。ああ、そうそう、万博の、そうそう、どんなイベントも似合うのがすごい。いやー、ありがとうございます。いや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 ありがとうございます。身長は伸びてる。そういえば高一の、言ったっけこの話、したかしてないか覚えてないけど、高一のさ、この前あの身長測定が新学期やったからあったんですけど、あの身長測定したら、高一の身長測定と高二の身長測定で何だっけ 1.5 センチぐらい伸びてたんですよ。けど、あやねといえば、多分あやねのことちっちゃい時から知ってる人はね、めっちゃちっちゃい、背一番前じゃないけど前から5番目やってずっと。え、背だっけ。そうだから今でも、そういえばでもそう言っても去年も半分より後ろやったんですよ、新の順やったら。そう、自分の中ではちっちゃいと思ってたんですけど、まあクラスメイトにもよるかもしれんけど、いつもおじいちゃんがあんなちっちゃかったのになって言うけど、ほんまにあやねはちっちゃいくってぽっちゃりしててん、ほんま。それがいつの間にか細長くなったって感じ。何時まで？9時過ぎぐらいかな、9時過ぎぐらいまで配信します。160いけそうかな、行きたい、あんまり行きたい。162が理想なんですよ。ちょっと厳しいかな、でも162が一番理想身長なんですけど、160欲しいんですよね。160あったら160って感じするじゃないですか。意味が分かる。え、分かる分かるってみんな言ってくれんね、学校の友達。やっぱ160あったら服もさ、もうちょっと綺麗に綺麗に着れるし、欲しいんですよね、160。あ、確かに身長測定楽しみやな、ロビーの。目指せハルク・アンドレ、せやせや。250。秘訣なんやろ、なんで身長伸びたんやろ、あんでも分かれへん、なんで身長伸びたんやろ。あ、でもなんかちょっとちっちゃいかなって思うことは、ちっちゃいって、まあ、標準よりもちょっとちっちゃいぐらいやけど、あ、もうちょっと背伸びた方がいいかなとか思ったから、ちょっと食事には気をつけたかな。え、そうなん、うん、骨食べるとか。骨食べるってなんて、カルシウム、カルシウム、うん、まあ、魚とか、魚
魚魚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 魚手足長い、あのダンス綺麗、わあ嬉しい、ありがとうございます、嬉しい。え、マイヤンさんも160人なんや、うわますます160人になりたくなってきた。ハートありがとうございます。あと4センチだったらいけるかな、いけるかな、あと4センチ欲しいな、頑張ろう。あとあやねにあれ言ったわ、そう今あやみちゃんといい勝負、そうなの、あやみちゃんがめっちゃ伸びててね、もう抜かされそう。ジャンプしたらいいよって言ったわよね。にトランポリン買おうと思ってたもん、真剣にね。いや普通にトランポリン大好き、アドレナリンでジャンプしたからかな。リオピもうちょっとあるんちゃう、162やっけリオピって、もうちょっと高く見えるけど、どうなんやろ。相性はあやねじゃなくよしみんにした理由は、あやね、お前なんであやね、あやねそもそも候補なかったけど、なんでやろう、え覚えてない、あやねんかよしみんで迷ったけど、めっちゃ迷って九鬼の子にもめっちゃ聞いたんですけど、なんかあやねんってちょっと聞き取りづらいのと言いにくいのと、よしみんの方がインパクトがあるなと思ったから、苗字の方がなんかインパクトあるくないですか。まあシンプル聞きやすいのとよしみん、だからよしみんにしました。あやねんとよしみんで、まあ1日ぐらい迷ったんですけど。前並べてあげたくない。こっち側やったんや。ハートありがとうございます。サワラの最強焼きいいね、最強焼きって美味しいですよね。ハートありがとうございます。あ、164なんやリオピ、へえ、わーいいね、164欲しいな。あ、前に大きな人がいると、あーね、おってなるよね。寝る子は育つ、せや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 、身長伸ばす怪しい広告。そうなんや、よしみんの方がふるさと感ある。最初から見越してたんかな。よしみんでよかったと思う、ほんま。あ、正解、ほんま、インパクトあるよね、よしみんぐ。ハートありがとうございます。確かによしみ町さんとコラボできるかもしれんし、ほんまや。ピカピカありがとうございます。親しみやすい、あ、そうなんや、かわいい、ありがとうございます。バラありがとうございます。あ、起きたばっかりが身長高いんや、へえ、そうなんや、なんか聞いたことあるけど、どういう原理なんやろね、なんか何やっけ、引力がみたいな、なんか小学校の友達が言ってた。ほんまか知らんけど、あ、ほんまや、ナンバラじゃなくて、何それ、知らんねんや。あ、重力ない、あ、合ってんねや、いい、重力か、合ってた、小学校の友達。ふるさとの写真どこに行ったっけ、持ってる持ってる持ってる。誰かさ、一
一粒一粒心を込めて育てました、よしみまいって。見た見た。ね、プライベートで吉見町行きたいな。行きたい。なかなかこう日が難しいけど。ね、シンシンさんもめっちゃ覚えやすくないですか？シンシンさんって一人称シンシンなんかな？なおって言うんかな？シンプルな疑問。では誕生日したいと思います。来てくださってありがとうございました。あ、一人称シンシンなんや。そうなんや、めっちゃ覚えやすいですよね、シンシンさんの。シンシンさん、では終わりたいと思います。あっという間に1時間もぷちゃくちゃ喋っちゃいました。ありがとうございました。ね、連休前なので連休やと思って1週間頑張りましょう。吉見町の T シャツ着てる人いたけど、吉見のサイリウムじゃなかったってか。ええー、超面白いね。ありがとうございました。来てくださってありがとうございました。明日はてんてんてん、明日の配信時間は朝かな、朝にします。来てくださってありがとうございました。私も見た。そう、あれじゃない、ただ単にあの T シャツを見て欲しいって。あれね、関係なく、うん、うわそうなんや、そうなんかな。ナングラは田植え選手権、あ、こんな最終審査びっくりみたいな、10期生の最終審査とは、答えは田植え選手権かっこ服装込みに決めました。イエーイ、一緒に考えてくださっていろんな案を出してくださってありがとうございました。この後ツイートするのでぜひ見てください。13位ミョンさん、ありがとうございます。パチ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 。12位トマトさん、ありがとうございます。11位サクちゃんマンさん、ありがとうございます。10位ロンドベルさん、ありがとうございます。9位ヤマトシさん、ありがとうございます。8位シュウゾウさん、ありがとうございます。パチ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 。7位マサタカミーさん、ありがとうございます。パチ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 。6位マユさん、ありがとうございます。パチ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 。5位アサガさん、ありがとうございます。パチ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 。4位リサちゃん、ありがとうございます。パチ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 。そして3位はドゥルルルルルドゥン、ウーカメインの箱石さんでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。そして2位はドゥルルルルルルドゥン、 F さんでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。そしてこの配信の1位はドゥルル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 ルドゥ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 ン、ヤスさんでした。パチ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 、ありがとうございました。皆さんも今日も一日月曜日お疲れ様でした。ありがとうございました。今の1時間今日もよしみんうちはたくさんアバター来てくださってありがとうございます。ルームフォローまだしてないよって方はルームフォローよろしくお願いします。ツイッターとティックトックのフォローも、あの横のバナーを押したらねすぐに飛べるので、ツイッターとティックトックのフォローもお忘れなく、どうぞよろしくお願いします。はい、フォローよろしくお願いします。あ、水曜日ぐらいにコスプレの投票したいと思ってます。そういえば、そうそうね、楽しみな週末まで頑張りましょう。頑張ろう頑張ろう。そうね、週末27、28、29って、NMB48 シアターにて公演をやってますので、ぜひ気になってくださった方は会いに来てくださると嬉しいです。待ってます。
ということでフォローを忘れなくよろしくお願いします。あ、お前はドラクエやりたい。このテストがまあ来る前に今からやろうかな。ではまた水曜日にコスプレの投票をします。ツイッターとショールームとしますのでよろしくお願いします。では次の配信も来てくれるかな。またねー、バイバーイ。